宮城哲也です。今回は牡鹿半島に、2日連続で行ってきました。今2日目終わって石巻のキャスに来てます。ちょっと小物を買い足したりっていうところでした。結果から言うと大きいサイズはあまり釣れませんでした。20センチ弱のメバルがかろうじて釣れたかなっていうところですね。今回視聴者の方にちょっとお会いしまして、たまたま声かけていただきまして、最近のこの辺の釣りの状況をちょっと教えていただいたりして、ありがとうございました。でもどうも聞くとやっぱり夜なんだなっていうところで、まあ分かってはいたんですけど、実際2日目は鮎川までちょっと足を伸ばしたんですけど、まあそんなに、何より2日間爆風だったっていうのが一番やってて辛かったですけど、まあまあまずなんとか坊主も逃れて、お目当てのメバルにも会えて、まあ、風対策というか修行みたいなもんですかね今回は。メバルです。Thank you.
試合。人口最善だろう。
ということで、牡鹿半島の釣果は以上でした。季節的にはもうちょっと先なのかなというふうに感じてます。梅雨前かな、6月かな。ということで、牡鹿半島回ってきましたよという動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。